アリスイは、キツツキか、アリスイ属に分類される鳥類。アリスイ属の模式種。アフリカ大陸、ユーラシア大陸、イギリス、日本。夏季に、アフリカ大陸北部やユーラシア大陸で繁殖し、冬季になると、アフリカ大陸、中部やインド、東南アジアへ南下し越冬する。日本では、北海道、本州北部では夏季に、繁殖のため飛来し、 本州中部異星では陶器に越冬のため飛来する。全長17から18センチメートル。背面は肺褐色の羽毛で覆われ、褐色や黒褐色の複雑な反紋が入る。また頭頂から背面にかけて、暗褐色の太い縦縞が入り、側頭部や肩部にも黒い反紋が入る。喉から胸部にかけては、高褐色の羽毛で覆われ、黒褐色の横縞が入る。 おはには、黒かし色の横島が約5本生える。明けた、森林、林園、草原、湿地などに生息する。樹上では木の枝に対して水平に止まる。警戒のために頻繁に首をかしげるような行動を行う。種小名等キらは、首をひねる者の意で、英名と同義。植生は、動物食で、主にアリを食べ、和名の由来になっている。 地表や朽木に止まって舌を伸ばし、獲物を捕食する。繁殖形態は乱生。軌道や地面に空いた穴、キツツキの古巣に、日本では6の7月に1回に6から10個の卵を産む。主にメスが放卵し、放卵期間は12から14日。ヒナは孵化してから18から25日で巣立つ。首を曲げ頻繁に後ろを向くことから、不吉の象徴とされることもある。 ギリシア神話では、恋の呪術に用いられたというエピソードがある。軌道に巣を作るため、巣箱を利用することもある。ありがとうございます。